ナさんハートありがとうございます。本当は秒速で寝たいんですけど、そんなわけにもいかないので、やることはあるのでやらなきゃいけないですけど。よっちんさんハートありがとうございます。そう、久しぶりにツインテールとかしてみようかなって思ったけど、パッてゴムが出てこなかった。残念。待って、ハーピョンはちょっとセクシーお姉さんだったわ。一個ここボタン開いてた。やばいやばい、いやー、閉じます。安心安全、安心安全を心がけております。橋本春奈でございます。やば、テンション。サービスなんてございません。ウケる。サービスなんてございませんはウケる、さすがに。さすがにウケるわ。見えてもヒートテックですからね、何も可愛くないので。はい。ヒートテックなんで。そうです。友達の誕生会に行きそうな格好、こんなパジャマで、やばないそれ。どんな友達よ。パジャマパーティーやんそれはもう。うん、本当だよ。てる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 。こんばんは。寒い、そうですね、寒いですね、だいぶ。あ、やっぱ今やらかしてる。そんなことはない。こんばんは。こんばんは。めっちゃ美容院に行きたいけど行けてない人の髪です。はい、
パンダさんハートありがとうございます。こんばんは。錦鯉さんの登場みたい。やばい、みんなの頭が M ステじゃない、なんだっけ、 M1 で支配されてる。こんばんは、こんにちは。ウケる。太郎さんハートありがとうございます。高一さんハートありがとうございます。すみちゃんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。パソコンの近くにドリンクは怖い、さすがに。さすがのハルピョンでもパソコンの近くのドリンクは怖い。うん、そこまでの勇気はなかった。ケンセンさん、トメキさん、ハートありがとうございます。いちごバナナハート。こんばんは。すごい、こんばんはから何にも話広がってないけど大丈夫そう。この配信大丈夫そう。こんばんは以降何にも話広がってないけど、マジで。そうですね、じゃあ聞いた人なんちゃら、今夜は帰らない。パンダさんミラボロありがとうございます。今夜は帰らない、8時から8時半にやってたんですけど、聞いた人、聞いてないとは言わせんぞ。まあ、入らない地域だったらしょうがないと思うんですけど、ちょっと待って、とりあえず2個分歌うね。マジこれ聞いた、ありがとう。1、あなたが笑う君らしくて、君らしくて好きさ。ニコ分ありがとう。ミラーボールありがとうございます。昨日からこちらの曲を歌ってきましたが、
時終わりました。今日までの公演の DMM を見てました。トイコちゃん、今日までの公演があるんですね。私の？もしかして。そんなことはない。ちょっと待って。そんなことはないよね。あ、前回の雫か。きっとそうだな。やばくない？待って、私今さ、私のって言ったけどさ、14日のだから1週間で消えるってやばくない？ DMM さん、そんな悪じゃないわ優しいわ。うん、今はメールを送ってます。わお、サプライズレバーさん、ミラバル7個ありがとうございます。ありがとう。もう歌うものは決まっているんだ。待ってな。バスケのエブリンさんがテレビに、マジ？明日、明後日でも見るわ。先生さん、ハートありがとうございます。ちょっと待ってね、ごめんね、メールを送るね。今日は朝メールを送ね。いつ送った？送ったにょん、にょ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 、にょの歌。チューチュー、テテレテテテテテテテレレレレレレレ。3分クッキング、よし、まる。たこ焼きマントマン、懐かしい。わかんのかな、みんな。たこ焼きマントマンって知ってますか待って、知ってます？あ、知ってるんだ。たこ焼きマントマンってどういう世代？待って、歌歌おう、とりあえず。待って、たこ焼きマントマンだけ調べるわ。え、
待って、私放送期間に生まれてないんですけど。しかもなんならテレビ東京系列だから見れない。なんで知ってんだろう。え、なんで知ってんだろう。え、逆に私が知ってんの方が怖いですね。私が知ってる方がおかしいんだ。おかしいわけじゃないけど、なんでって感じなんだ。え、なんでなんだろう。紅生姜がピンクとかさ、え、なんで知ってんの。待って、誰か、お母さん、なんで私知ってるんですか。怖いんですけど自分が。え、怖い。もういっか。びっくりです、自分でも。まあいいや。ドボンライブの2日前が千日っぽい。どうするんだ。そうなの？マジで？え、じゃあ3日ぐらいやらない日作った方がいいかな。そう、配信チケットみたいなやつで消費して、でもそれだったらプラスになんないんでしょ。待って、そういう日作った方がいいかな。え、多分無理だわ、そんな、なんか千日、まあそんなお祝いしなくていいか。え、しなきゃいけないですか、盛大にドッカーンみたいなした方がいい。だってさ、線線って大事。待って、そういうさ、チケットの使い方もあるんですよね、面白いことに。あとか別に10、あ、いや15分14分間、だ10分くらい配信して、配信はするけど、でもみたいな、わかります。あ、別日でやる、あ、別に、そっか、千日目にぴったりにやんなくてもいいのか。そうだね、運営が千日記念を思う。でもだって私2年記念もやってもらってないし、1年記念もやってもらってないのに、なんか別のメンバーやってておかしいって思いました。はい、あれおかしいなって。うん、私飛んでまーすって思ってます。さあ、さっき来たミラーボールさんを歌います。自分から言う感じ、そんな感じある。そうなの、まあメンバーみんなのは把握してないか。サプライズレバーさんの、これです。でもまあ歌ったことあるわな、これ。でもこれ歌ったことあるけど、これにします。今日の、あーでも、あー違うのにしよう。うわ、でも待って、ちゃんと知らないんだよな、その曲の A メロとか B メロ。聞きながらやります。今日のあれを見た人なら、聞いた、ラジオを聞いた人ならわかると思います。なんでか、
は飛ばしで。エイファンカフェハン。冬の街はモノクローム。空気は澄み。待って一回聞くわ。僕が聴いてる。包んでミスを当ててた。冷たい風が吹き抜けた時、よし、いけます。多分いけんのかな。テックテック中の竹兄さん、危険なので歩きスマホはやめてください。ではありがとう、ミラーボールありがとうございます。冬の街はモノクローム。空気は澄み渡ってる。僕が聴いてるダフルコートに君のこと包んでバスを待ってた。冷たい風が吹き抜けた時、思い切り抱きしめて変わった。12月のカンガルー、僕の中には君がいる。寒がりなカンガルー、君のすべてを守りたい。何も言わなくたって分かり合え。二人の体温が言葉以上に愛を伝えるよ。ここまでが、サプライズレバーさんのミラーボール、ありがとうございます。であと一個、何度かは何度かはそう見送りながらですね。何度かはそう見送りながら。テックテック、あ、なんか4つあった。テック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 中の竹兄さん、ミラーボールありがとうございます。そうです、今日はこの曲が流れたのでこの曲、あれで、あの、今夜は帰らないで流れたので、こちらの曲を歌いました。作太郎さん、サイリウムありがとう。山内さん、ハートありがとう。キュンです、ありがとう。ありがとうございます。見送りながら、ラクイックさん、ハートありがとうございます。パンダさん、スパックサラサラありがとうございます。テレ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 、今日携帯をちょっとね手放しちゃってた時間があったんですけど、その時間になんとうちの城がやられました。へへ悲しい。ロード捕まりました。泣ける、悲しい現実。ピエン、
じゅんさんハートありがとうございます。ありがとうございます。とっても悲しい橋本なのでした。まる、なしだよね、携帯触れない時間に襲ってくるのは。そんなって感じですよね。青が似合う子が好き。似合ってますか青、この青。どうやろ、似合ってますか。嬉しい、うさちゃんパジャマなのでめっちゃ嬉しい。ごめん音立てちゃった。お気に入りというか、これはもうパジャマなので、もう始まった寝る準備完璧人間。あとコンタクトピッて落として、ピッて落として、ピッて落として歯磨いたらもう寝れます。もう顔もちゃんとパックもして乳液もしたので、もう寝れる状態の人間です。はい、今日はブリの日。そうなの、知らなかった。いや、鹿パックはなんていうの、まだ前のやつがちょっと何枚か余ってるのでそれを使いました。そう、最後までなくなる前に使っちゃってます。ん、買ったので。そうそう、シカパック。たこ焼きマントマン、テレビ東京系列なら富山で入らないから多分遅れて入っていたんだろうな、だそうです。はい、正解。正解。多分そう。今日の結婚条件はありますか？今日の結婚条件は。そうですね。はい。何でしょう。あ、思ったんです、今日。え、なんか思ったんだよな。あ、私これ違ったら嫌だわって思ったんですけど、え、何だったかな、忘れました。だからそんな多分大したことじゃないみたい。うん。なんかでもふと思った。でも何だったか忘れた。増えたら発表していくの。そうですね、そうします。いや、なんか、あ、わかった。思い出した。っていうか、なんかいいなって思った人っていうか、
なんかこうじゃないと嫌だっていうより、あ、こういう人素敵だなって思った人っていう人が今日見つけて、そう、電車に乗ってたら、あのおばあちゃんが乗ってきたんですね。そう、あ、おばあちゃんとおじいちゃんが2人で乗ってきて、え、おじいちゃんはいなかった待って、おばあちゃんが乗ってきたんですね。で、まあ、私は立ってたんですけど、そう、ただそのおばあちゃんが座るところを探してたんですよ。で、富山の電車ってマジで本当に効率悪いっていうか、マジ空間の無駄遣いって多分東京の人からしたら思うと思うんですけどまあ多分富山の電車見ていただいたら、まあ、その電車によって様々ではあるんですけどなんかすごい無駄だなみたいな電車とかがたまにあるんですよ。そう、まあそれを置いといて、そしたらそのおばあちゃんがなんか、まあそれは席探すじゃないですか、でもなくって、でそのそこにいたサラリーマンさんなのかわかんないんですけど、まあ30代くらいの男性の方が立ってどうぞって言われて、なんかその姿を見て、いや、もちろんそのなんて言うんでしょう、まあそれは当たり前のことじゃんって思う人もいると思うけど、なんかそれを他の人たちは、まあ少なくともその電車に乗ってる人たちは、まあ言い方悪いけど無視してたって感じじゃないですか、おばあちゃんが乗ってきたけど。だからなんかそのサラリーマンさんを見て、わあ素敵って思いましたね。富山の電車で立つことあるの？私はなるべく電車の中で立つようにしてて、なんでかっていうと体幹を鍛えてます。手すりにも触らずに体幹を鍛えてます、一人でバカですよね。そう、でも揺れる時にその体幹を鍛えてます、電車の中ではい、そう、リアルマジカルラブリーさんを私してて、一人で。そう、でもさすがになんかすごい手すりに遠いところとかじゃないですよ、手すりに近いところにいるので、まあ、まだ若いので21っていう若さなので、やっぱり反射神経で急ブレーキがかかった時とかはちゃんとつかめるように、それはちゃんとしてあるので大丈夫なんですけど、はい。でももちろん重い荷物を持ってる時とかはさすがにあれですよ、座りますはい、それは無理なんでさすがに座るんですけど、そうそうそう、皆さんもぜひ体幹、電車の中で体幹鍛えてください。はい、マックメイクさんハートありがとうございます。ともゆきさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。そうそう、ぜひ体幹大事。新幹線は私窓際嫌いで、いや、もちろんそのなんて言うんでしょう、人が隣にとか通路側とかに人が座らないなら窓際で全然いいんですけど、その隣とか A に乗ってたら C とかにその人が座ると、私そのなんて言うんだろう、そこに閉じ込められてる感がすごい苦手なんですね。そうだから私はそのまあ聞かれるじゃないですか、新幹線のそのなんて言うんですか、
どこにしますみたいなさ、なんか上編とかするときに、まあ多分スタッフさんは配慮してその窓際の席を取ってくださるんですけど、でその駅員さんに上編するときに、あこのまま窓際の席でも大丈夫ですかって聞かれるんですけど、あ通路側って空いてたりしますかみたいな、いつも聞きます私、うん、なんかすごいそれが私がそれこそその終点までとかならいいんですけど、金沢が後ろにあるんですね、わかります、富山行ったら金沢が後ろにその次にあるので、まあ、輝きの場合新高くやとか言われたらうーんって感じなんですけど、そうがあるので、あのもしもその通路側の方が金沢で降りられる方とかだったら私は無理なんですよそうっていうのもあったりとかして、私は基本的には通路側がいいなって思いますね。はい。でもすっごいスッカスカの新幹線とかたまにあるんですけども、自分しか乗らない車両とか、もう3人ぐらいしか乗らない車両みたいな時とかあるんですけど、そういう時は全然通路側だって、そんな自分のそんなさスカスカでさ自分の定席の隣に乗ろうとする人、その方がおかしいですよね、まずうん、あ私通路側は指定しなくて、なんて言うんですか、その例えばそれこそあれで変える時とかピーっていうタッチパネルとかのやつの機械で変える時はその席を選ぶっていうのをして、もう1号車から10号車、まあ、1から10まで、まあ、基本的に8とか9とか先に見るんですけど、そう7、8、9、5、6、7、8、9とかその辺を先に見るんですけど、でももうそこを全部見て、隣に人がいない、前後に人がいない、まあなるべく空いてる車両っていうのを探してます、いつも本当に、うん、北陸新幹線は全席あのコンセントがあるので、あ上辺するときは自分でやるじゃないですか、そりゃそうだからですよ、コンセントいいよ本当に、いつもコンセントに助けてもらって、えだから私信じれないですもん、新幹線でコンセントがない席は、うん、だからもうそうやってだから本当に恵まれて生きてきちゃってたわ、うん、本当に含まれてますね、改めてモバイルバッテリーなんて持ち歩いてないですよコンセントあるから、どういうこと？何の話だ？当時日本一新幹線に乗ってたかもしれない富山の女子高生。それは確かに否めない。私の友達普通にだってでも大学新幹線で通ってる子とかもいるので、そう。
あれなんですけど、新幹線から降りたら基本充電はいつも 100%。 そうそう、なんかね、その石川県に学校がある子なんですけど、その一人暮らしをするよりなんか補助が出るみたいな、なんかそういうらしくて、そうだからそっちの方が安いらしい、一人暮らしするより新幹線で通った方が、だからって言ってた。うん、そんなことあんのって私も驚きました、マジで。あるわけないじゃんってでもあるらしいですはい、あれ福井って22年だっけ、24年じゃなかったっけ、違った、22だっけか、あくびしてした、今待って、無意識でしてる、そしたらごめんしてないよって言おうとしたけど、してたら無意識でしてるわ。までは来年に行くってこと、どういうこと、待って、北陸新幹線になっちゃった間違えた、北陸新幹線、あ、間違えた、え、そうだよね、23年度末、23年度末ってことは24年の1月20、2月3月ってことですよね。ほら、あ、福井駅の高架橋はもう完成してんだ、じゃあ伸ばしてあげればいいのに、それでもダメなんですかね。新幹線で寝落ちってどういうことだろう。普通に寝過ごしたってことですか。ありますよ、一回だけ。はい、あの富山に向かう最終の電車の時に、あの金沢まで行きました。白鷹だったんですけど、なんでかわかんないけど、新高岡って言われて、あ、まだ寝れるやって思っちゃったんですよね。でも、もう新高岡の時点でアウトなんですよそう、金沢まで行っちゃって、で最終だったんで、しかもその次の日普通に学校があった日だったので、パパがわざわざ
あの車で迎えに来てくれてそうですね、新高岡だったらまだ全然楽だったのに、マジ金沢まで本当に申し訳ないって思いました、その時は。うん、もう最終、あれ最終って輝きじゃない？いや分かんないけど、なんかとりあえず白鷹の最後だったのかな、分かんない、よく分かんないけど、まあでもそうでした。はい、ペコリペコリ、うん、でもそういうことも子供のためならしてくれる旦那さんがいいですねはい、どこで待ってたの？え、金沢駅で待ってました。マジ寒かった。え、どこも空いてなくて全然。だからなんかどっかのお店にも入れないし、もう本当に夜遅すぎて。そうでしたね。そうなんですよ、パパにも言われました。なんかダイヤが変わったのかわかんないけど、その金沢まで最後寝過ごしちゃったとしても、もう一回その富山までの切符を買ったら、なんか剣でギリギリ帰れるらしくて今。そうだからもう今はいやダメですけどね、よくないけど、寝過ごしてもまあ大丈夫ダメなんだけど、そうそうそう、うん、駅周辺に泊まれるところは多分いっぱいありますよ。うん、まあでもその時いくつだったんだろう、中学生高校生、ちょっとあんま覚えてない、いつかわかんないけど覚えてないですけど、うん、懐かしいな懐かしいですね、そんなこともありました。金沢、そうですね、石川が北陸の中では一番都会、都会って言われてますけどそうですね、まあここで勃発する福井県 vs 富山県いつも勃発する、うん、
金沢といえば兼六園、そうですね。北陸電力の本社が富山にあるので富山の方が上だと思ってますもうみんな多分その県の人はそう思うんですよね。私だってだって新幹線通ってるし福井県ないでしょっていう感じなんで「アウトレットあるんだよ富山」みたいな。うん、コストコあるよ福井。あるか知らないし、コストコ行ったことないけど富山のダムあるよ、まあ、でも、まあ、あっちもあっちで多分思いますよね。いやわかるな、ソースカツ丼うまいし羽二重餅もうまいし、うん本当に。うちの会社は富山にしか子会社がない。おお。金沢、ん？福井は恐竜がいる恐竜と恐竜と蟹だってこっちだっているよ。うん、カニ、恐竜、はい、ヒユ、違う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 、そんなんやったらハルピオンなんているよって言いますよはい、あ、福井県出身なんで参戦しますってきた。富山は雪の大谷がいいよね。ありがとうございます。そうですよね、私もそう思います。トナミのチューリップね、福井県参戦してこないダミシャン勝ったトラック野郎さんミラーボールありがとうございます。待って、どこまで歌ったんだっけ。なんとかバスを見送り見送りながらこんなこんな冬もいいね、もがこんな冬もいいねってじゃれあうちゅう10月の待って、どこまで行った。4つ分ね、 OK。こんな冬も間違えた、見送りながらこん、待って、わかんなくなった。こんながらこんな冬もいねえてじゃれあう12月のカンガルー、僕の中には君がいる、寒がりなカンガルー、君のすべてを守りたい、何も言わなくたって分かり合える。ありがとうございます、ミラボール。ありがとうございます。 M1 の決勝戦、え、そうなんですか、昨日ですか。知らない、それは誰誰ですか。ワンの決勝戦に富山、
わ、新聞読んでないのバレる、やべ。ランジャタイ、どっちどっちだ、国崎さん、へえ、だって初めて知った。ちなみに相方の伊藤さんは鳥取出身です。へえ、知らなかった。すごい、けんせいさん、ハートありがとうございます。すごいね、ランジャタイさん、え、決勝のネタがもう YouTube に上がってる、すごい早っ。すごいね、ランジャタイさん、へえ。なんか言うこと忘れた今。あ、思い出しました。富山の芸能人さんって言われて今思い出したんですけど、この間のアメトーク？何だったかな？なんかに、なんか、あ、サウナ大好き芸人の時に、なんかとある芸人さんが、その富山の温泉のがめっちゃいいんですよみたいな、そうのサウ富山のサウナがめっちゃいいんですよみたいな話されてて、でなんかそこでそのすみます、富山のすみます芸人ののびさんっていう方がいるんですけどっていう話をされてそう、あの、そうなんですよそうなんですよっていうのもちょっとあれなんですけど、まあ、ごめん、充電あれだった。刺さってるけどコンセントのあれがスイッチがオンになってなかったびっくりしました、私も。けんせいさん、ハートありがとうございます。そう、いや私待って、やってること全然終わってないそうそう、サウナはね行ったことありますよ。でも整ったっていう気持ちになったことはないです。本当にちっちゃい頃にママがすごいサウナがすごい好きで、だから一緒に入るんですけど、暑いから1分とかも経たずにもう10秒ぐらいで出ましたね、いつも出てました。10秒20秒、でもそれはちょっと持ってるかもしれないけど、でもそんくらいで出てて、マジ多分周りのお客さんからしたら超迷惑だったと思います今考えたらはい、ありますよ、だから意外と、うん、あるんです。実は行ったことなさそうに見えて
サウナと水風呂を交互に見て、あ、違います、すいません、お疲れ様です。黙れって言われそう。でもなんか整うって本当にいいらしいからね、なんかいいなって思いますけどね。でも絶対でもな、いや行きたいな。サウナか。体に、あ、そうなの？体に良くないんですか？でも汗をかくことは大事じゃないですか。だからそういう意味ではいいんじゃない？そう、別に整うっていう感覚っていうよりもその汗をかきたい。です。です。体に良くないって聞いたことない。おお、嘘だ。嘘だった。私は最近は全然歩いてないですけど、ママとそのなんていうのお散歩するときは夜涼しい時に歩くので、なんて言うんでしょう、そうなんですよね、汗を書いてるなーっていう気持ちがない。温度の急激な変化はなんちゃら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 、血圧の高い人低い、私血圧めっちゃ低い、ダメだ。前に友達に岩盤浴に誘われたことがあるんですけど、なんかいや友達だもん、私はやっぱり無理だなって思っちゃいました。そう、一緒には行けんと思って。ごめんって。でもそういう機会でもない限り行かないですけどね。でも行かなかったです、結局。なんか なんかねそうなんですよ。まあ難しいんですけどね。さあ、ということで、それではアルピオはなんか早寝早起きって言っといて、自分そんな早寝じゃなくないって言われそうなんですけど、まあでも1時間でも早まっていることが偉いので、はい。でもちょっとまだ やりたいことがちょっともうちょっとあるので、ちょっとこれだけやってから
終わります。やりたいこと、やらなきゃいけないこと、これだけはちょっと配信中にやっちゃうわ。やりながらでも話せるからお話ししよう。ハート。12時までには寝るよ。絶対寝るよ。あ、絶対寝るよ。寝る寝る寝る寝たよ。ともゆきさん、ハートありがとうございます。まーくんさん、ハートありがとうございます。ありがとう。まる。橋本家は冬タイヤ、もうだいぶ前に冬タイヤですよ、うちは。パパが頑張りました。パパありがとう。ありがとうしか言ってない。本当だよ。コマンド左、ああよくわからん。やめた。お手伝い、まあ多分邪魔になりますからね。手伝いじゃない、もう邪魔。うん、きっと手伝いとかじゃなくなる。え、だから料理もそうなんですよ。私はそう思ってるんです。邪魔になる、だからやらない、それがいいんだって思ってます。私は ハルピョンは雪道運転したことないです。怖いです、さすがに。うん、パンナさん、ハートありがとうございます。いつかはね、やれたらいいなとは思いますよ。あ、車のタイヤの交換じゃなくて、なんだっけ、あれです、忘れた名前、料理。料理っていうワードを忘れる。ありがとう。ちょっともうちょいで終わる。
ーくんさん、ハートありがとうございます。さくたろうさん、アスパックサラサラありがとうございます。キムチャイモノパミラボルありがとう、嬉しい、ありがとう。パンナさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。じゃあこれで一旦いや嘘、もうちょっと待って一旦終わったのでって言おうとしたけど、ちょっと待って、ここまでやってからにするわ。はい、終わりということで、それではテックテックショーします。イエイ。みんなの歩数を送ってケロ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 ッピッ。テレ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 テテテレ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 。いるかいないか、いるかいないか、いないかいないか、いるか。あと10秒、10、9、8、7、6、5秒前、4、3、2、1、カン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 、締め切り。ということで本日の私の歩数はこちら、ででん、7263歩でした。いなかった。でもなんか大半の方よりも多く歩けてた、私嬉しい。まあ、でも携帯置いてた時間もあったから、多分それがなくなったらきっと1万いってた。そう信じて今日も元気に頑張りました。ということで明日も元気に皆さん人生を歩んでいきましょう。ということでランキング読みたいと思います。急に重っテックテックショーっていうのは、あの私の歩数と皆さんの歩数がなんか似てたら嬉しいねっていうショーで、ヘルスケアっていう多分 iPhone の方だったらもともと入ってるアプリから歩数をぜひ確認することができるので、そこからぜひもしもまた次会った時に一緒に参加していただけたら嬉しいなと思います。私の歩数を予想するんじゃなくて皆さんの歩数をぜひコメントに書いていただけたら嬉しいなって思います。よろしくお願いします。でもたまにしかしないので、そのたまにが今日あったっていう感じです。はい、そんな感じでした。イエーイさあ、ということでそれではランキングを読みたいと思います。いきます。おー、危ない危ない、なんか斜めってる。1位、サプライズレバーさん、ありがとうございます。
2位トラック野郎とゴリさんありがとうございます。3位ケンセイさんありがとうございます。4位パンダさんありがとうございます。5位サクタロワとハルピョン神尾シーさんありがとうございます。6位ともゆきさんありがとうございます。7位タケニーさんありがとうございます。8位マックミックさんありがとうございます。9位、カーアットピョンズさんありがとうございます。10位 A ダッシュアットピョンズさんありがとうございます。11位スミちゃんアットまあいつがこんな日にがいつかかなこんな日にんこんなに日が来るとは思っどういうこと。待って最近匂わせが激しすぎてちょっとやばい、あの病んでる女子高生みたい12位山内さんありがとうございます。13位キムチャイモのオッパーカムサムニダーありがとう。そして本日のラッキー888はででんマクフライさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで皆さん本日はありがとうございました。いつも気になるマクフライさんなのかマクフライさんなのか、どっちっぽいですか。なんかたまに88位で呼ばせていただくことがあるんですけど、マクフライさんなのかマクフライさんどっちなんだろう。いつもマクフライさんで呼んじゃうんですけどどっちが正しいんだろう。イントネーション問題。エビフライみたい。エビフライマクフライあマクフライさん、あ待って新しいのが出てきた。マクフライさん本人が来ないとわからんエビフライじゃあエビフライさんで、エビフライさんじゃないマクフライさんで、はい合ってんのかわかんないけどエビフライさんでいきたいと思います。はいということで何待ってどういうこと。バックトゥーザフューチャーがすごいいっぱいいるんですけど何の話。あ何、ま、バックトゥーザフューチャーっていうのの中にそのすごいね今日マクフライさんめっちゃ呼ばれてるよ嬉しいですね。そういう名前の方がいるのかな。そういうことバックトゥーザフューチャーってあれですよね、なんかでユニバディズニーどっちかであれになってる、なんか題材になってますよね。あ、マーティー・マクフライさんっていう方がいるんですね。へえ。おお、なんかダンディーじゃん。ダンディーさんですね。役名普通の本名でしょ。本名でしょ、うん、え家族の名前まで書いてある。怖っ、めっちゃ怖い。だって私だったらママピョンの名前がママピョン、あ役名ですかなんだあれかと思った、本名かと思ったなるほどね。違ったのか。マーティー・マクフライさん。
そうですね。あ、本当だ、俳優って書いてある。マイケル・J・フォックス、カナダ・アルバータ州エドモントン生まれの俳優。身長163って結構あれじゃない？男性の中にしたら結構そんなに大きくないですよね。あら、今60歳なの。え、待って、うちの城が燃えてる？マジ？え、また？あー、なんかいっぱい兵士やられました。いいや、なんで、なんですぐ燃やすの、私の可愛い城。やめてくれ。ちなみにロードはいないよ。はい、まあいいや、なんでこんな話してんだ。マクフライさんのそのイントネーション知りたくて、どっちだったんだろうなってなりました。ということで皆さん、本日は本当にありがとうございました。また明日配信しますので、よろしくお願いします。白回復の紹介、え、教えて、それぜひあのローモバのチャットで教えてください。どれか、よろしくお願いします。ということで、それではまた明日お会いしましょう。最後にキャッチフレーズをして終わりにします。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春。ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプであなたにきっときっと笑顔をお届けしちゃう、富山県代表春ぴょんこと橋本春奈でした。皆さん本日はありがとうございました。それではおやすみなさい。バイバーイ。ありがとう。